こんにちは、ガーデンプラスの宮越です。この動画を見ればお家にぴったりのモンチュがわかるようになります。戸建て住宅、マンション問わず、家には必ず必要な要素があります。それがモンチュ。表札やインターホン、ポストなどの門回り機能をまとめたモンチュは、戸建て住宅の場合オリジナルで作り上げる造作モンチュか、コンパクトなエクステリア商品の機能モンチュの2択になることがほとんど。この動画は造作モンチュと機能モンチュ、我が家にはどちらが最適なのかを見極めるために必要な情報と、機能モンチュのおすすめ商品、さらにモンチュの NG パターンと内容盛りだくさんのモンチュ選びの完全マニュアルです。外構工事を検討中の方はぜひ最後までご覧ください。造作モンチュと機能モンチュ、どちらがおすすめかを考えるには、まずはそれぞれの特徴を知る必要があります。造作モンチュとはその名の通り、ゼロから作り上げるモンチュのこと。基本的にはコンクリートブロックなどで形を作り、塗装やタイルで仕上げをします。造作モンチュのメリットは3つ。1つ目はデザインの自由度の高さ。サイズやデザインを自由に決められるオーダーメイド品なので、オンリーワンの門柱になります。特に敷地の間口や建物が大きな場合には、門周りにもボリュームがある方が建物とのバランスが取れるのでおすすめです。幅広の門柱はお住まいに格式高さやデザイン性をプラスしてくれます。造作門柱のメリット2つ目は機能がプラスできる。造作門柱の場合、門柱に門周り機能以外の機能もプラスできるんです。例えば土留めの塀を兼ねたり、お庭や玄関などを目隠しする塀としての機能を持たせたり、手洗いや植栽への水やり、洗車などに便利な立水栓を一体化させたり、オリジナルだからこそ家族にとって必要な機能を組み込むことができるんです。いろんな機能を門柱一つにまとめられれば、デザイン的にもスッキリするので、スマートな外構に近づきます。造作門柱のメリット3つ目は立体的なデザインが可能。壁を2枚にしてみたり、斜めに配置してみたり、高低差のある敷地では階段を組み合わせてみたり、空間を立体的にデザインできるため、おしゃれな外構になりやすいです。造作門柱のデメリットはコストが高い。材料費も工程も多いため、商品代や工期が増えて費用が高めになります。門回り工事の費用感についてはこちらの動画でも詳しくお話ししていますが、造作門柱だとだいたい25万円からというのが今の相場かなと思います。機能門柱とは、玄関周りに絶対に必要な表札、インターホン、照明、ポストなどがひとまとめになったエクステリア製品のこと。既製の部品を現場で組み立てて完成させます。機能門柱のメリットは3つ。1つ目はコストが安い。もちろん高級な機能門柱もありますが、工期も短く商品代も安く済むため、造作門柱よりも安価にできるものが多いです。機能門柱のメリット2つ目は狭いスペースに設置できる。狭小地住宅などにも対応したスリムな商品も豊富です。門周りはコンパクトにまとめて、駐車場や建物などをお家全体のデザインの主役にしたい時など、目立ちすぎないのでおすすめです。機能門柱のメリット3つ目はイメージしやすい。完成形がカタログや施工写真で確認できるので、ゼロから作り上げていく造作門柱よりもイメージの相違が起きにくいです。機能門柱のデメリットはデザインに制約がある。基本的には商品なので、デザインするというよりは選ぶという感じです。とはいえ、色や仕様は本当にたくさんの中から選べるので、好みのものが全くないということはないと思います。特にモダンなかっこいいデザインの機能門柱は最近どんどん増えています。造作門柱がおすすめなのはこんな人。敷地や建物が大きい場合は、重厚感や存在感のある造作門柱でバランスを取るのがおすすめ。それから上質な門周りを演出できるので、高級感のある門周りにしたい場合にもおすすめです。また家に似合うオンリーワンのデザインにしたい場合にもおすすめ。これはまさに造作門柱ならではです。世界に一つの門柱が作れます。さらにデザインだけではなくて、敷地を効率的に活用するための機能性もプラスしやすいため、機能性もデザイン性もどちらも徹底的にこだわりたい場合には、造作門柱が圧倒的におすすめです。機能門柱がおすすめなのはこんな人。シンプルな機能門柱なら商品定価6万円台のものもあります。ガーデンプラスの割引込みだと約4万5000円になりますので、かなりリーズナブルです。外交費用を抑えたい人におすすめです。それからコンパクトな商品が多いので、スリムな門柱がいい場合にもおすすめです。敷地にゆとりが少ない場合にも、いろんなデザインから選ぶことができます。またカタログや写真から選んで決めたい人にもおすすめです。そしてフェンスやカーポートと揃えたデザインにしたい場合にもおすすめ。アルミ系のカラーや木目調など同じメーカーで色を揃えると、外構全体に一体感のあるデザインになります。とはいえ、こんな風に同じ家でも、機能門柱でも造作門柱でもプランできるお家もあります。なので敷地が広いから造作じゃないと変とか、そういうことではないんです。
これが悩むポイントなんですよね。全部自分で考えるっていうのは非常に難易度が高いと思いますので、プランナーと一緒に考えていくのがおすすめです。門柱一つとってもいろんなやり方があるので悩ましいですよね。避けた方がいいパターンも知っておくと考えやすくなると思いますので、これはちょっと微妙かもなという門柱の NG パターンを3つご紹介します。門柱 NG パターン1つ目は、大きな家に小さな門柱。平屋などのボリュームのあるお家には機能門柱やこれぐらいの幅の狭めの門柱だとなんだか寂しい感じがしませんか？この造作門柱の幅は一般的なサイズである 1.2 メートルなのですが、このお家と合わせると小さく見えます。先ほどは門柱幅が狭く見えて微妙という話をしましたが、今回は逆です。邪魔になるサイズは NG です。このくらいの間口の敷地だと駐車時に少し窮屈です。邪魔になる場合は機能門柱の方がコンパクトで見通しもいいのでおすすめです。門柱 NG パターン3つ目は、高すぎる門柱。ブロック塀は倒壊の危険を防ぐために高さやブロックの使用、基礎などに明確な基準があります。どうしても高さのある門柱にしたい場合や幅が広くなる場合は、こういう感じでどこかで曲がるような設計にしたりして控え壁としての強度を持たせた門柱にすることも多いです。ここまででなんとなく造作門柱がいいなとか機能門柱がいいなというイメージが湧いたら、もう少し具体的に考えてみましょう。すでに見積もりや図面が出ている方はそのプランを見ながら考えていくと、お手元のプランの良さや自分でも気づいていなかった理想像が見つかると思います。まずは造作門柱を設置する場合に考えることから4つのステップに分けてお話しします。ステップ1、位置を考える。まずはどこに門柱を建てるか。基本的には建物側と道路側の2択です。例えば建物側に門柱を作ると、門柱が玄関への目隠しにもなるのがメリットです。門柱裏に三輪車とかお子様用のおもちゃとか置いておいても外からすっきり見えますし、置き配の場所としても使えます。道路側に門柱を作る場合は、郵便屋さんなどの訪問者、つまり他人が敷地内に入ってくるのを最小限にできるというメリットがあります。車を出し入れする際の邪魔にならない、かつ玄関から道路までの動線上の位置に門柱を設計できればポストも確認しやすくて使い勝手がいいです。ただ道路側に設置するといっても、道路から人1人分ぐらいは奥に入った位置に作るのがおすすめです。デザイン的にギリギリにあると圧迫感がありますし、機能的にも一歩敷地内に入ってインターホンを押せた方が安全です。門柱の位置は基本的には建物側と道路側のこの2択なのですが、こういう感じで境界の目隠し塀を兼ねるという方法もあります。門柱と境界の目隠しをまとめられるので、他のエリアにスペースを取りたい場合におすすめの方法です。敷地が狭いから造作門柱は無理なのかなと諦めていた方も、このやり方ならできます。ステップ2、サイズを考える。基本的には横幅は広い方が重厚感があっていいなと思います。特に間口が広い敷地、横に長い建物なら門柱の幅も広くするとおしゃれです。高さやボリュームのあるお家なら階段とも組み合わせて立体感のあるデザインにするのもおしゃれです。建物の大きさや敷地の広さなどバランスを見てベストな幅を考えていくので、正直ここはプロの仕事です。なのでたくさん施工写真を見て好きなイメージをプランナーに伝えてください。そしてそれを考慮した提案をしてもらいましょう。ステップ3、素材を考える。造作門柱で多い仕上げは3つ。1つ目はタイル。タイル張りの門柱は外構の主役にもなる存在感、高級感が最高です。高価ではありますが、汚れも目立ちにくかったり、その分のメリットも十分感じられるはずです。2つ目の仕上げは塗装。職人が盛んで仕上げる方法です。温かみのあるテクスチャで唯一無二の門柱に仕上がります。曲線のデザインにも向いています。塗装仕上げにはタイルを組み合わせるのも人気です。3つ目の仕上げは化粧ブロック。3つの中では一番リーズナブルです。タイルと塗装はブロック塀に仕上げを施しますが、化粧ブロックなら簡単に言うと積むだけなので、最後の仕上げがいらない分コストダウンできます。ステップ4、オプションを考える。表札やポスト、照明などのオプション的な細かい要素も大事。オプションを門柱のポイントとして目立たせたいのか目立たせたくないのかは正直好みです。例えばこちらの門柱はオプションを目立たせて門柱で世界観を演出しています。ポストや照明など可愛らしいものを組み合わせてますよね。逆にこの門柱はシンプルです。コンクリート打ちっぱなしの門柱に馴染むミニマムなデザインのパーツを組み合わせています。こちらの門柱はオプションが目立つというか主役になった外構デザイン、大きな目隠し塀にあえて表札だけをつけたおしゃれな門柱とフレームエクステリアを組み合わせて門周り機能を外構の主役にしています。個人的にこのデザイン好きなんですよね。
パッと目を引く個性がありながらモダンな色使いというこのバランスがおしゃれだなと思います。機能門柱にする場合に考えることは2つ。ステップ1、商品を選ぶ。機能門柱の場合、商品を選びましょう。予算、好み、機能性から使いたいものを選びます。好みのデザインの探し方は門柱に限らず、好みの外構施工写真をたくさん見ること。 SNS にもたくさんおしゃれな施工写真がありますし、ガーデンプラスのサイトにも施工例たくさん掲載しています。そしてその好みの施工例で使われている商品を調べるのがおすすめです。もしくはリクシルや YKKB、 四国火災などエクステリアメーカーのサイトでも機能門柱を調べられます。ステップ2、位置を考える。造作門柱の時と基本の考え方は同じです。建物側に配置すれば、ポストに郵便物を取りに行く時に玄関から近いですし、建物との一体感があります。道路側に配置すれば、他人が敷地内に入るのを最小限にできます。機能門柱はとにかくたくさんの商品があるので、おすすめ商品を4つピックアップしました。おすすめ機能門柱1つ目はリクシル機能門柱 FT。 角柱のようなスリムなデザインに表札、インターホン、ポスト、宅配ボックスの4つの機能をギュッとまとめた機能門柱です。狭小地にもフィットするので、シンプルなデザインや機能性を求めている方におすすめです。おすすめ機能門柱2つ目はリクシル機能門柱 FK。壁タイプの機能門柱で、壁本体の色やフレームなどを組み合わせて好みのデザインが作れます。造作門柱みたいなデザイン性ですよね。機能門柱でも門周りにボリュームを出したい場合におすすめです。おすすめ機能門柱3つ目は YKKAP ルシアスポストユニット。いろんな仕様がある機能門柱で、特に玄関ドアが YKKAP の場合におすすめ。色味を揃えられるので建物との一体感が生まれます。おすすめ機能門柱4つ目はユニソンミース。正面には表札のみというすっきりしたシルエットの宅配ボックスです。かなりの大容量サイズなのですが、一見宅配ボックスとわからないくらいのおしゃれな佇まいが特徴です。宅配サービスの利用が多いけど、主張しすぎるデザインはちょっとという方に非常におすすめです。ガーデンプラスということで、今回は最適な門柱選びの完全マニュアルを作ってみました。ただ今回紹介できたのはあくまで基本の考え方。機能門柱でも造作門柱のような壁タイプの商品も出ていますし、こんな風に造作門柱と機能門柱のどちらも設置するということだってできます。アイディア次第で選択肢がどんどん広がるので、なかなか自分で全て考えるというのは難しいです。おすすめは施工写真をたくさん見て、好みやイメージを伝えて、プランナーに自分の敷地ならどういうデザインができるかを考えてもらうという方法。いくつかプランをもらって比較しながらブラッシュアップしていくのが理想を実現するための確実な方法だと思います。ガーデンプラスでも外構工事に関するご相談、お見積もりを全国無料で受けたまわっております。気になる方は概要欄のリンクからサイトまでアクセスいただきお問い合わせください。このチャンネルでは外構工事に関する情報を実際の施工事例写真やイメージ図面を用いて分かりやすく解説しています。外構工事を検討中の方は次回の動画もぜひ見てください。